トム・クルーズさおトム・クルーズん、うん、さん。彼とラストサムライではいはいはい。一緒だったんで、その時はね、トムじゃなかったんですね。誰もいなかったの。お、主演が決まってそなうかっなたんの。ですうん、か。アメリカの映画は A ランク、はい。A リストええ。の人が決まんないと映画できないもんね。うんうんうん。監督の、指示でね、ええ。トムに、この笑顔を見せないでっていう。そんなことないですよ。めちゃめちゃ興味はある？ありあ、ます。はい。本当。めちゃめちゃ興味があります。本当にぜひとも。ねえ、That's okay. もうここで、っていうのがね、すごくキャスティングしてると、すごく、なんていう、アメリカ、だからキャスティングっていうのは、なんでアメリカが必要かっていうのは、もうアメリカ、英語、国っていうのはアメリカだけじゃないじゃないですか。そうです、世ニュ界でーすジーからランド、世ね。界もイギリス。だから監督がこういう人が欲しいって時に全部見られないんですよね。ね、粗いこう、なんていうの、選抜できないじゃないですか。だからキャスティングがいて、でいろいろ選んで一番ベストを紹介するわけですね。で、日本の場合はもうこんな小さい国だから、そこまで俳優もいないし、限られるのでね、指で数えるぐらいの人もいますしね。なので、ただね、一つ私はすごく、俳優さん、もしね、見てたら、なんていうの、こう、日本人であることをすごく大事にしてほしいんですなるよ。ほど。いやーっていうのが、アメリカね、まあ、英語話せないといけないとか、今最近ね、日本語でもいいっていうふうになってきてるんですよ。おお、そうなんですか。字幕もっともっと出るようになって、アメリカで。だから日本語でもいいっていうふうになってきたんですね。だけど、さっきのなんていうの、特攻隊と同じように、やっぱりなんていうの、あっちで探すと、アジア系アメリカ人、まあね、アジア人見えますとか、日本人見えるかもしれないけど、やっぱりね、フィジカルな、体型とか、仕草とか、アメリカ人なんですよ。なるほど。だから日本人じゃないのね。なるほど。アジアの顔をしてしても、ててもそう全で然すなんよか、ね。違うんですよ。全然。なので、だから日本から発信しないといけない。だからそれがすごくいいことじゃないですか。そうですなね。ので、そういうの本当に外国の映画に興味を持っていただいたら、やっぱり演技のことはちゃんとしっかりできないといけないと思います。それはすごくやった方がいいと思うんですね。彼らのやり方、いろいろあるのでね、なんていう、見せようっていうよりは、やっぱり内面内と、面の分かります。ね、なんていうの、自分から発信する、自分の真実からっていうのがあって、だけど、あとね、やっぱりアクション、アクションっていうのは、感情を出そうっていうのを、あんまり、なんていうの、必死になってやろうとするんじゃなくて、何のために話してるのかって、あるじゃない、説得しようとかね、なんていうの、何か、なんていうの、例えば、なんかわかんない、なんかお願いしたいことがあるとしたら、どうやってお願いしたら一番ね、だから投げたら、ベースボールと投げたら、ボールがどういうふうに掴むかっていうのを見るじゃないです見か。ます。ね、なんていうの、もうストライクなのか、ヒットなのか、だから、これが大事なんですよね。キャッチボールの。そう。投げて、どうやって捕ドまえラて、ム。ああ、ダメ、じゃあもう一回、
だそういう意味でのアクションなのね。あ、うん、でもツボで言うな、あ、なんていうの、あのエッセンスを言いますとそれなんですね、はいはい、だからもうそれだけちょっとちゃんとやっとけば、 あとは自分の日本人としての、うん、ね、で、はい、日本のことをあんまり皆さん分かんない時もあるんですよね。住んでると分かんないじゃないですか。だからもうそういうね、あのなんていうの、浅草とか素敵なね、いろんなあるじゃないですか、はい、あのそういうの知っといた方がね、うん、あの盾とかもちろん ね、はいはい、ね、あのとかやっぱりアニメの世界もすごいじゃないですか。日本はそうですね、ね、ね、すごい、はい、確かにそうですね。あのそういう作家になりたいとかね、そういうの、だから文化はあの芸術文化って割と日本って長けてるんですよね、そういう意味ではね。あのオリジナリティがある文化が多いんで、そう、ね、なんかまあだけど、まあ、もっと政府があのお金的にもいろいろクリエイティブな方にね、吸い込んでくれるとありがたいんですけどね。そうですね、もうコロナの時ぐらいですよ、助成金が出たのが。ねえ、なんかこう応援する、ね、うん、あのがもっともっとそういう発想がね、ちょっと日本人はあんまりないんですよね。なんか芸術とか文化に、ね、ね、まあだけどね、それにしても勝手に、はい、あのアーティスティックな、ね、はいはい、方がいろいろもういらっしゃるからもうラッキーなんだけど、はい、やっぱもうちょっといろいろ援助していただくといいですよね。そうですね、特に僕思います、すごく、ね、やってる方としては、そう、だからね、あのあとね、もう一つはあの例えばアメリカの場合は、はい、あの俳優になった場合は、うん、SAG って組合があるんですよね、うん、SAG とか、そう、はい、アフターあのとあって、あの強いんですよね。強い。でこの間もあの ストライキそうやってましたよね。そう、ライターストライク、ディレクターストライク、でやっと終わったから、はい、あのもうだから当分なかったんですよ、いろんな、やっちゃいけないのね、うん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 、だけど、でね、あの、まあ、プロデュース、映画もプロデュースしたことあるので、はい、その利益が入ってくるじゃないですか、はい、一番最初に戻すのがそういう組合なの。ああ、そうなんですか。すごいですよ。すごいですね。そう、だから俳優はあの保証されてんのね、あのなんていうの、年取ったら、はい、あの老人ホームとか年金とかもすごい。あ、そんなのもあるんですか。すごい、本当に。なのでだから強いんですよね、本当に。ただそうと言いながら、あの本当に稼いでる人は、はい、サグに入ってるもう何、ね、何万人の役者いるじゃないですか、はい、本当 10% ですよ。あ、日本と一緒です ね世界中どこでも。そうそうそう。だけどだけど、まあ入ってるだけでもね。でもその 10% の人が年金もらえるんですか。の、うん、の、みんなもらえる。みんなもらえる、うん、だからメンバーシップで払っていくんですよね、はい、そしたら、うん、だから日本の場合はそういうのないから。ないですね。あれですよね。うん、だから会社に入ってればそういう年金とかいろいろね、はいはい、あるけど、だからね、そうなんですよ。ですよね、まあ、そういう意味では遅れてますよ、日本って、ね、芸能とか芸術に関して。そういろいろありますけど、安心の医療体制で笑顔いっぱいのフロンティアの介護に決めました。介護のことはフロンティア。363-133。あれ、いろいろ海外であのハリウッドの俳優さんとも交流あるじゃないですか。あ、はいはいはい、あのなんか気になる方いますか、ハリウッド、ね、あのトム・クルーズさん。トム・クルーズさん、うん、彼とあのラストサムライで、はいはいはい、一緒だったんで、あの時はあのもう2年間ぐらい、うん、もうあの立ち去ったんですけど、はい、まあ、毎日その一番最初あの台本が来て、はい、で読んで、ぜひやりたいと、うん、で、あのその時はね、トムじゃなかったんですね、誰もいなかったの。
主演が決まってなかったんですか。一人だけ外人で、はい、でこの外人が ああいう時はねアメリカの映画は A ランク、はい、A リストの人が決まんないと映画できないもんね、うんうん、でじゃあ誰っていろいろいたんですけど、で一回秋でしたかな、はい、そういう台本読んで、はい、まだ決まってなくて、で年末にロス行って監督と会って、はい、まだ決まってないって言ってたので、うん、もうお願いだからもう絶対諦めないでやってくださいって、分かった方絶対やるよみたいな。そして翌年の2月に、はい、E メールでトム・クルーズでもうもうエクスカメーションマークびっくりマークがたくさんついてるのね、はい、決定したとだったって。でまさかトム・クルーズでなんかキャスティング的にね、なんか彼、まさか信じられない、そうそう、もうブワーっていうもうフラッシースマイルじゃない、もうスマイルがすごいし、はい、この役にみたいな思ったんですけど、まあ実際に初めて、はい、監督の指示でね、トムにこの笑顔を見せないでっていう。なるほど。そのキリッとした。そうそう。あのトムを見せないみたいな。陽子さん的には誰のイメージだったですか、ハリウッドの中で あの役は。もう少しその演技なんて、はい、もっとなんかもっとマジみたいな、マジってなんていうの、真剣な。そうそうそう。笑顔じゃなくて。そうみたいな。でちょっと爽やかですもんね、トム・クルーズって。すごいコマーシャル、はい、コマーシャルじゃない、はい、と思ったんですよね、はい、だけどもすごい仲良くなりましたよ、本当に真面目そうですもんね、まあ、まあ超真面目、全部自分で、だってミッションインポッシブルとか全部自分でアクションもやって、すごいですよ。で監督も言ったんですけど、彼は本物のスターって言ったら彼ですよっていう、彼がね全部作るんですよ、スターがやること、だからわざわざ別に車でパッと行けるんですけど、ヘリで行くとかね、あれじゃないですか、なんかではねバイみたいなでとかビャーッとカートをやるんで、よく乗ってって言って、で撮影終わるとね、はい、でバーッと一緒に乗っていくんですよとかねあの時のガールフレンド、ペネロピー・クルーズ、みたいな、もうちょうど離婚した後だったらもう見せびらかしてとかあるじゃないですかね、そういうのね。今のイメージがガラガラガラのだけど、ね、ガラガラガラって崩れて言ったんですけど、僕あすごいもっと真面目な、そうだけど、ま、だけど本当はね仕事は真面目で、でほら外国で日本に来て PR するじゃないですか、はいはい、全部彼のアイデアなんですよ、そういうの。ああそうなんですか、うん、だからそういう意味でもう今回は映画もう落ち目だったんだけど、彼ミッションインポッシブルとか、はい、タップガンで映画の吹きさせたんだよね、はいはいはい、なるほど、すごいですよ。そうですね、そのパワー本当にあのパワーすごい、でもうもうとことんまで鍛えるでしょ。そうです、ね、だからかね、本当にちょっとマサイク的ですよね、あかもしれないですね、you know? はい、like、で彼が演技をいつも私見てて、はい、ですごくその演技についての彼のなんかなんていうの、通じ合ったような気がしますよね、うん、でゴールデングローブっていうのが賞、はい、あるんですか、はい、で不思議に彼賞取ってないんですよね、役者として。あなんかちょっといい男すぎるんじゃないですかね、なんかね、かっこよすぎちゃって、なんですかね、やきもち焼いてるのかなんかわかんないんですけど、みんなね、でだけど彼は賞を取りたいんじゃないですかね、絶対そうだと思いますよ、思いますよ本当に。アカデミー賞とか、ね、だから名門あるじゃん、ライフロングメンバーみたいな、はい、譲れくれんじゃないかなと思いますけどね。うん、ただそのゴールデンゴムの時に一緒にいたんですけど、アナウンスした時に本当彼がっかりしてた。あそれ見てこう、なんていうの、いや絶対私はそう思うんです、ね、絶対欲しいんでしょうね、そういう証明できる演技をそうの価値を証明できる賞、何でも全部やってますよ、だけどそれだけやってないの、うん、撮ってないの、うん、だから
あの、うん、と思いますよね。だからなんかあんまり二枚目すぎるんじゃないですかね。意外にそういう人ってちょっとこう、うん、あのそうだからもうちょっとこう個性的な人が取っちゃったりっていうのが多いんで、そう、ね、そう、そう、はい、あのちょっとこうあれじゃない、デニーロとかちょっと影あるようなね、はい、そうですよね、あの彼あね最近非常にアダム・ドライバーっていう、はい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 、アダム・ドライバーはすごい、はい、あの注目しといてくっていいですよ、はい、彼いずれなんかやるんじゃないかと思いますけどね。だけど、まあ、とにかくトムは何かもらってほしいなと思いますけどね。いや、わかります。それは。チャンネル登録。チャンネル登録じゃないですか。グッドバッド。コメント。え？コメント。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 よろしくお願いします。スピルバーグ。が一番最初手伝ったのは太陽の帝国も超昔、はいはい、そうですね、太陽の帝国で彼はね、さりげない本当にもうなんていうの、あの方だったんだけど、急にはい、終わり、うん、あ、うん、まだなんていうの、途中なの、うん、何にも説明ないんですよスピルバーグがいろいろありますけど、愛心の医療体制で笑顔いっぱいのフロンティアの介護に決めました。介護のことはフロンティア 363-133